はい、こんにちはレトスノノです。1月4日の3問に入っていきます。A の B に対する貸金債務について、債権者 B の承諾を得て A 所有の建物を持って弁済した。 この建物に契約の内容に適合しない歌詞があった場合、B は A に責任を追求することができる、○か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この下の概要欄から問題文ご確認ください。え答えは、丸ですね。大仏弁済。これ大仏弁済契約とも言うんですけども、これは売買、売買契約のルールが使われます。 つまり、大仏弁済した不動産に契約内容に適合しない菓子、つまりまあ欠陥ですよね、がある場合っていうのは、弁済者 A は責任を負うことになります。 なので正しいといとうことになります、まあ、これはですね、それほど難しい内容ではありませんね。まあ、昔はあの貸し担保責任と、えー、呼ばれていた内容なんですけれども、まあ、法改正があって、契約不適合責任って変わりましたね。でまあ、今回のポイントで言えば、大仏弁済も売買のルールが使われるよ。だから、契約不適合責任の対象になるよっていうのが、まあ、ポイントの一つなんですけれども、まあ、重要なところで言えば、この契約不適合責任がどういったものなのかと。 いうところですね。まあ、これちょっと解説してると長くなりますので、まあ、この点については個別資料の受講者さん、えー、メルマガで解説させていただきますので、まあ、そちらをご覧ください。で、まあ、独学の方ですよね、まあ、予備校通ってる方も、まあ、結局は独学でね自分で調べていかないといけないことになるんですけれども予備校の方も通信講座の方も、まあ、契約不適合責任がどういったものなのかっていうところをしっかり、えー、勉強しておきましょう。 そして問2に入ります宅建業者は宅地または建物の売買または交換の売買に関する広告をするときは一般売買なのか専任売買なのかの別を明示しなければならないまるかばつかという問題ですえ答えは一般売買専任売買えこのあたりは明示しなくてもいいので誤りですねえ広告をする際取引対応の別えこれは売り主なのか売買なのか代理なのかと、まあ、そういったところは示さないといけないんですね で今回は、媒介の中の一般媒介か千人媒介なのか、いわゆる細かい内容ですよね。ここは記載しなくていいんですよ。だから、誤りだということです。媒介っていうことは広告に示さないといけないんですけれども、それよりも細かい一般媒介なのか千人媒介なのか、ここまでは明示する必要はないんですね。なので、誤りになるということです。まあ、意外と盲点ではないかと思います。 出題されたら間違いそうな引っ掛け問題ですよね。まあ、絶対注意しておきましょう。では、問いさんです。工事主とは、宅地造成、特定盛土等、もしくは、土石の堆積に関する工事の請負い契約の注文者、または、請負い契約によらないで、自らその工事をするものを言う、丸かわつかという問題です。で、答えは、これ正しいですね。もうこれは条文そのままです。 工事主とは、宅地造成、宅地盛り土等、もしくは、土石の堆積に関する工事の請負契約の注文者、または、請負契約によらないで、自らその工事をするもの、よって正しいということになります。で、この内容ってイメージできますでしょうかこれまで理解学習してきた方であれば、まあ、具体で言えると思います。で、言えない方は、おそらくこれまで丸暗記学習をしてきた方です。 これまで丸暗機学習をしてきた自覚がある方は、理解学習に変える余地はありますんで、今すぐ理解学習に変えていきましょう。一方、理解学習をしてきたつもりの方は、自分が理解学習を実践できていない、ということに気づいていないので、理解学習に変えることが難しいんですね。まずは気づくことから始めましょう。理解学習ができれば、卓賢試験1回で合格できる資格です。1回でも落ちているという方は、理解学習ができていない可能性高いので、勉強の仕方を変えましょう。 そして個別指導では理解学習を行って、そして弊社の個別指導では理解学習を行っております。無理なく無駄なく効率的な勉強法です。1日90分あれば今からでも今年の試験合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでそちらからぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。